生意気な相手を口でやり込めてスカッとしたい。精神科医カバサーションのカバチャンネル、こんなメールが来ています。職場の先輩がいつも私に意地悪をしてきます。今まで先輩を立てて意地悪にも我慢して黙ってきましたが、もう私もいい加減に我慢の限界です。そこで手を出すわけにはいかないので、口先で先輩をボロクソに罵って、グフのでも出ないほどやり込めてやろうと思っています。心理学的に相手を徹底的に引き込ませる最強の悪口を教えてくださいっていうすごいメール書いてるんですけど相手をグフのでも出ないようにへこます方法ということがありましてですね、じゃあ私だったらこんな風に言ってみます。いつもいろいろ私の欠点を指摘していただいてありがとうございます。もうグーの音も出ないと思いますね。人とこうやり合ったりですね、言い争ったりする場合っていうのは、言われたら言い返すというですね、作用反作用の法則っていうのが、まあ物理学の法則でありますけども、心理学の法則でもですね同じ法則がありまして、人から悪口を言われたら悪口を言い返したくなるっていうのが人間の心理なんですね。ですからそういうふうに嫌がらせをされた時に、わざとこちらも嫌な態度を示したりですね、言い返したりするとですね、余計に相手のその嫌がらせをしたい心理をですね喜ばせてるわけです。逆に言うと余計相手はもっとじゃあこいつの嫌なことをしてやろう、こっちもだからまたなんかで仕返しをするとまた向こうももっとということで、どん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 嫌がらせと悪口と憎しみと妬みそねみのスパイラルっていうのがあってですね、実際そういうことで大きくなってきてると思うんですね。そういうことっていうのが、じゃあそれを何とかしようって言った時ですね、押し返してはいけないんですね。じゃあどうもありがとうございますって笑顔でにっこり笑ってですね、微笑む余裕ですね。そういう人をいじめてもつまんないので、おそらくそういう人っていうのはまあいじめられなくなるというかですね、まあ、すっと大人の対応でですね受け流すわけですよ。そうすると相手は多分ね、この野郎って内心思うかもしれませんけど、こちらが嫌な顔をしたり腹を立てたら向こうは楽しくてしょうがないのですよ。だからやるわけですね。どうもありがとうございますはははって言ってね、笑顔でですね大人の対応をすればですね、すっとそういう感情っていうのは流れていくので、相手はそれに対してさらにもっとやってやろうっていう、こう意欲がそがれちゃうわけですね。それこそがグーの音も出ないっていうことなんじゃないかなと思います。別にこのいじめられじゃなくてですね、他の人に何か悪口を言われたりですね、怒られたりですね、言い争いになったりね、夫婦喧嘩の時もそうなんですけども、ネガティブな感情に対してわーってなった時、こっちもわーって言うとですね、余計悪くなるし、余計お互いに変な感情になりますし、余計おかしな方向になって余計エスカレートしていくんですね。だからそこでちょっと一歩引いてですね、笑顔で柔らかく対応するとですね、ふっとそう関係性がほぐれてくるっていうことがありますので、悪口に対して悪口で対抗しないっていうのが一番正しいね対処法じゃないかなと思います。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、次回見逃さないためにも赤いボタン、チャンネル登録のクリックをお願いします。